ちょちょちょ、ライトです。ということでね、今日もやっていくんですけど、今日は、ジェーということでね、ジャイやっていきたいと思います。このジャイなんですけどね、最近、ちょっとね、クラロワの内で人気ということでね、ジャイの解説を、基礎的なね、ことを解説していきたいと思います。で、この世界一のね、ジャイ使いのね、神風っていう人がいるんですけど、その人はね、結構、なんか、プリプリにディガーつけたりとか、結構、ジャイ以外でもね、タワーを折ったりするんですけど、まあね、やっぱね、これはね、もう今、俺の話を聞いて、いやいや、そういうこと言ってんじゃねえよ、お前はと。ジャイの基礎見に来てんのに、何そんな高度なこと言ってんだってね、思った人いると思います。任してください。もうね、ケツジャイから、端前ジャイから、もう真ん中ジャイまでね、もうすべて、タワーをね、ジャイで折ることをね、お約束いたしましょう。ということでね、グラチャでやっていきたいと思います。まあね、ジャイというのはね、基本的にはね、アド取ったらケツジャイで、まあ、ペッカにもちょっと似たところがあるんですけどね、まあ、昨日俺が、解説したペッカは、まあ、アド取ったらケツペッカとかね、ちょっとええ感じになったら端前ペッカとかね、まあ、そういう感じのがあったんですけどね。まあ、結構基本的には、ね、ケツメガゴとか、ケツダクプリに合わせていって、端前にジャイを出していくっていう感じですね。まあ、あんまりケツジャイはしない。うん。まあ、ただ、アドを取ったらするんですけどね。まあ、そこが結構難しいポイントではありますが、あと基本待たないですね。待たない。その世界一の人が待ってないんで待たなくていいです。やっぱゴレとかね、ラバー結構待たなきゃいけないみたいな、ね、風潮もあるんですけど。オーマイガーこれね、もうライドラとかいたらね、ここにジャイつけるじゃないですか。もうダメです。そんなことしたらね、全部ディーンディーンディーンってなられてね、ファイーって持ってかれるんで、これライドラとかに同罪合わせないんですよ。逆罪。プリンスは逆罪です。で、もうね、この来た際にですよ。もう、こうディガーとかをね、飛ばすんですよ。で、このインドラがもし来た時に、この、ちゃんとね、やべ、これ一回ファイボで飛ばします。で、こうメガゴで飛ばしてあげて、相手はね、インドラじゃないことが確認できました。で、相手の体育は、ライドラとね、見ろやばちょ、待って。はい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 。大体わかりました。ただ、ここで寸止めっていう感じでね、霜降り明星風にやってあげると、綺麗にね、ジャイが通る、といったね、これも、まあ、ここで真ん中ジャイです。このミリ残りを生かす真ん中ジャイ。ミリ残りを生かす真ん中ジャイっていう感じでね、霜降り明星風にね、これもやってあげると、結構、いい感じにジャイがね、通るんでね、ジャイを使う方はね、ぜひやってみてくださいと、いう感じではあるんですけど、まあ、こんな感じでね、結構、いい感じに削れますと。まあ、カウンターですね、基本的には、ジャイ、今みたいにエルゴレとかを守った後に、端前ジャイをつけるといいんですけどね。もっと、だから、結構ね、ジャイプリ使いがやっているのが、なんかユニットを残す守り方をしてるんですよ。というのはね、いやいや、お前ちょっと意味わからんと。どういうこととね、思った人いるでしょう。まあ、このようにして、ちょっとね、ダメージタワーで追ってもいいから、このダックプリとかメガゴをね、こうやって残すようにするんですよ。で、まあ、ここで、J という感じでね、やっていきますと。で、ここで、相手は何をどこに来るのかなと。で、多分、ここに、はい、OK。で、来ましたと。で、ここは、ヒーラー切って、あ、やばい、これ J じゃない。まあ、こんな感じでやっていけると、相手のね、受けがなくなって。まあ、さっきも言ってたんですけど、ノーダメで守ろうとして、全部端前にね、こうユニットを固めると、かえってね、ユニットが残らずに、ユニットがすべて消えてしまってね、こうやって、ジャイとかつけるユニットがなくなっちゃうんですよ。そう、そういうのが一番良くないと、いうことでね、よいしょ。まあ、そんな感じで、ああいう感じで別にね、タワーをここまで削られてもいいんですよ。これ、削られてもいいんで、ユニットを残すように、私もあってあげると、まあ、ええ感じになりますよ、といったところでね、初戦、見事サンクラです。まあ、ゴリ押しデッキとか特にそうですね、エリゴレとか、ゴレとかね、相手にしてるときは、ダクネとかですね、特に。ダクネゴレがこう作られるじゃないですか。そこに対してプリンスとゴレとかにやっちゃうと、ダクネにこう溶かせるんですよ、帰って。なんで、ダクネもね、タワーを殴らせてから、横からプリンスで殴って、その出てきたコウモリだけにザップを打つと。そういう感じでやっていけると、こういうね、とか、まあ、相手がね、こういう、なんだろう、ドラドラとか、だったらタワーに一回殴らせてから、こう、エリゴレが溶けたタイミングで、後ろにね、タゲが映るタイミングで5をバーンって言ってあげて、後ろからメガゴピャッみたいな、そんな感じでね、やるといいです。なんでなんかね、高回転デッキとかって結構なんだろう、時間稼ぎをするじゃないですか。アイゴレで時間稼いでる間にタワーで溶かすみたいな、そういう受けをするんですけど、これはちょっと違くて、まあ、タワーに殴らしてもいいから、もうタワーなんなら折れてもいいです。折れてもいいから、もうユニットを残す、ユニットを残してはしまいじゃい、ユニットを残してはしまいじゃいっていうのを意識すると、これまたと、これまた奥さんと、いう感じでね、めちゃくちゃいい感じに残りますと言ったところでね、それとあともう一つジャイのコツがあるんですよ。そう、これをすれば、あなたここにこの動画見てるあなたね、ジャイのトロフィーが上がります。それは、ぜひね、このチャンネルを、
チャンネル登録していただけるとね、めちゃくちゃトロフィーが上がりますので、よろしくお願いします。はい。でね、基本的にはね、ケツメガウからケツダックプリをして始めじゃい。これをね、結構やっていたんで、まあ、これはね、真似していいですね。まあ、なんで、待たない。こんなん無視、無視です。もう、密ですと。言った感じで、これダックプリ。で、始めじゃいをしていきます。ここで。よいしょ。で、ああいうのには、ザッパーをね、打っていって、スパコーンと。はい。お、インドラ、じゃこれインドラいそうですね。ってことは、なぁ。うん、いい位置。いい位置っていう感じでね。これも忘れないようにしていただけるとね、なおよしと。いったところですね。まあ、こういうのは、端前にね、無理に出さずに、ちゃんと、こういう、相手の攻撃を受け切ってから、さあさあさあ、まあ、こんな感じでね、受けてあげるとね、相手も結構苦しいです。で、さあさあさあ、これら辺にね、ギャングとか出てくるんで、で、タワーの竹も取ってあげて、まあ、こんな感じでやってあげると、まあ、カウンターね、の後はね、基本的にこうつけちゃっていいし、ディガーかジャイをつける、まあ、エリがなかったんで、今ディガーをつけたんですけど、まあ、こんな感じでやってあげると結構いいダメージがね、このように入ります。って感じで、初手は結構大体、メガゴからの、ダックプリからの始まりジャイを意識して、やってあげると、組むだけで簡単に、結構、なんかね、カウンター取られにくいんですよ。で、ザップが手札にあると、コウモリとかにザップ打てるじゃないですか。なんで、なんかね、で、これ、インドラ逆出たんで、もうすかさず、これですね、いつもの、いつものやつって感じでね、やってあげると、いいです。すごくいいです。いや、これね、守れないんですよね、きっと。おそらく。もうザップだけ打ってあげて、よいしょと。いう感じで、ここはね、一回タワーを折らして、キングタワーまでね、向かわせますね。その後、ワンチャンギャング追加とか来るんで、よいしょ。まあ、こんな感じで、もう許容と。いう感じで、もう許容がすべてない。やばいやばいやばい。これ、オープンねー。これ、タゲ変えられて、ワンチャンシスかと思った。城之内シスかと思ったんですけど。まあまあ、そんな感じでね、やってあげて。で、こう、あと、コツとして、ディガを先に飛ばすんですよ。ディガ先に飛ばして、真ん中じゃい。バーンってしてあげて、こうやってね、あげると。やべ、ちょっとやべ、ちょっとやべ。これやっちまったか、やっちまったか。ワンチャンやっちまった。ワンチャンやっちまった説あるんですけど、感じでね、まあ、ワンちゃんこっちのタワーおられたとしても、まあまあまあ、ということで、まあワンちゃんこっち2本折ってるんで、まあ、これでディガーを先に飛ばしてあげて、J と、これちょっと竹取ってないんで、悪い例、これ悪い例としてね、今やったんですけど、これで終わりです。はい、よいしょと。はい、そんな感じでね。ディガーを飛ばして真ん中にジャイを出すと、ディガーを先に飛ばしてディガーに対してこう対応するんですよ、相手は。で、特にね、こういう時にスケとか出てくると、スケとね、こうディガーが勝ち合って、こうディガーが勝つじゃないですか。でもタワーの竹はジャイに行ってるんで、もうね、すごくいい感じになります。なんで、まあ、でも、ただこれのね、悪い点、まあ、デメリットとして、メリットは相手のタワーを削れる、ですね。で、デメリットとして今のように、1回目やった時にちょっとカウンターが来るんですよ、重めに。そう、やっぱディガーとジャイってどっちもなんだろう。そのタワーを削る目的で出していて、相手のユニットを溶かす目的で出してないですね。なんで、その、抑えられた時に結構なカウンターが来るんですよ。さっきみたいに、インダラとコウモリが残って、ハシマメガナイトされて、スケバレーギャングされるみたいな。まあ、ああいうカウンターが来るんで、決め切りたいって時以外はあんまやんない方ですね。まあ、相手のタワーが2000とか1500残ってる時にやると、カウンターで死にます。ワンパンされます。皆さん気をつけてくださいと。ところでね、やっていくんですけど。攻撃強いです。強い。そう。やっぱね、ケツジャイはね、あんまりやんないですね。本当にやんない。やっぱ、相手が、ホグとか、あとなんだろう、今、こういうコカツケならまだいいんですけど、ゴレとかだった場合、もうね、この、ゴレとかだった場合に、ケツジャイに対して、同サイドにラバとか、同サイドにゴレ合わされて、で、ラバの後ろにはインドラがいるじゃないですか。で、ゴレの後ろにはダクネがいるんですよ。で、このデッキよりも、その火力が高い、そう、カードが相手のね、そう。で、前衛もね、ジャイよりも体力が高いラバとか、まあ、ゴレがね、いるという感じでね、非常に、ちょっとね、まずい展開になりますね。そう、良くて、500ダメージ食らって、エリクサートントンみたいな。そう、悪かったらもうタワー盛られて、エリアドも取られるみたいなね。結構そういう状態になるんでね。基本、後ろからですね、ユニット。後ろから流していって、相手のね、主力ユニット、ホグとかを守りきったんだったら、まあ、やってもいいかなっていう感じですね。まあ、ここはで、行っちゃっていいっす。もうね、やめときましょう。ちゃんと怖いのはね、堅実に行きましょう。で、こうね、削ってあげると。さあ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 と。
いう感じになるので、ここで難しいですね。まあ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 。ダッシュ入れて、こういう時にもね、あの小ダッシュを入れてあげると、あのダックプリとかね、プリンスはね、あの喜んでくれるんで、ダッシュ入れましょう。で、こうやってやると、ダックプリとかも結構残るんで、この対応もね、結構だるいんですよ、相手からしたら。さあさあさあと。いう感じで、で、こういうところですね。で、今、キューポトン切ったんで、ここね、あの、またね、あの、ババゴヤが来るか、来ました。来ました、皆さんと。いう感じで、ババゴヤが来たんですよ。ただ、このメガゴですよ。相手からして厄介なのは。このメガゴはね、全然解けないんですよ、本当に。そう。なんで相手はこうやってね、マスケとかを出すだろうえんと。今相手は、見るからにこう、エリクサーをめちゃくちゃ割いてるじゃないですか。ババゴヤ出して、ナイト出して、マスケ出して。もう、パラダイスです。という感じでね。あの、こういうところをまたね、プリンスとかで受けてあげると。いう感じで、よいしょ。で、こう、体力を残して受けてあげるんですよ。そうすることによって、おっと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 。さあ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 。もうね、これ相手エリクサーもうやばいですよ。俺今8あるんですけど、相手今ね、2ぐらいしかないです。もうこれにも対応した。しかも。で、スケ切った。スケはね、やっぱプリンスの天敵となっているんで。おー、あれも切っちゃった。もう大変ですよ、これ。これ大変。で、次のマスケにディガーを飛ばしてあげて、スケードラとか来た時には、はい。さあ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 と。で、スケは来ます。はい、ザッパマーンという感じでね。いきなりですが、と。あ、それ楽天カードマンだった。あぶねえ。といったところでね、こういうこともやると、ジャイが、いや、お前、それ、楽天カードマンやないかいといったところで、ちょっといい感じになるんでね、おすすめです。ここで、ディガを飛ばして、この、ジャイが次。さあ、素晴らしい。素晴らしいファイブザップになりましたと。まあ、こんな感じでね、ちょっとエチエチな香りが香ったファイブザップ打ってあげると、相手のターンがね、ポッキリ、ワンパン。もうね、このターン、ずっと俺のターンでした。ずっと俺のターン、デュルーって感じでね、相手のターンがね、一切なかったんですよ。まあ、こんな感じで、後ろからユニット切ってしまいちゃい、後ろからユニット切ってしまいちゃいって。で、無理な攻めはね、しないですね。例えばですけど、最初の1周目のマスケとかに対してはあんまファイブ打たないんですよ。で、ファイブ打たなくていいんで、通らないときは無理しない。ただ、自陣で引き入れて、ダクプリとかで抑えるんですね。ダクプリかプリンスがいいですね。一応。で、理由を言うと、まあ、メガゴとかね、エレキは最悪無視できるんですよ。最悪無視できる。なんですけど、ダクプリとかプリンスは無視したらタワー折れるんで、無視できないんですね。なんで、あのようにスケを出したりして、まあ、プリンスの受けに使いたいようなスケを、ああいうところで、ね、切っちゃったりするんで、その後の、ケツジャイが、ケツジャイじゃない。ケツプリンスからの、はしまいジャイが止まらないと。いったところでね、そう。いつか相手がきついターンが来るんですね。耐えて耐えて耐えて、まあ、こっちがね、余裕もありながらも、耐えてるんで、そう。やっぱりその、ファイブ打てるけど打てない。打たない。こういう気持ちの余裕が、こういう相手のね、ミスを誘ったりするんですよ。そうなんでね、やっぱり、こういう精神的な面でも戦うことができるという、出来がこのジャイになっております。ありがとうございます。という感じでね、まあ、でも今まで俺ね、一回も決済しないと思うんですよ。そう。で、決済をするときは、どんなときっていうのを、思う人ね、いると思うんですけど、本当に、なんだろうな、ホグ相手に、ホグを守った後に、2、3アウト取ってるときとか、うん。なんか相手の主力を守った後がいいですね、基本的には。だから、さっきみたいに、その、メガナイトスケバルとかは、スケバルと、あと、ディガーという、その、なんだろう、攻めるウェポンが2つあるんですよ。で、2つあるやつに関しては、基本的に同時に切らないで、なんか、ディガーコウモリ来て、それ守った後にギャングで芝居て、その前にハシマイスケバレ来て、みたいな、こういう、なんだろう、無限に攻められるんですね。そういう相手にはあんまりね、決済はしたくないなっていう感じがありますね。そう。なんで、こうやって後ろからユニット出して、ユニット出して、ハシマイジャイ。っていう感じを。で、こういうベビードラとか、来ますよね。これもいいっす。ハシマイジャイ、行っちゃってください。もうね、無駄になっちゃうんでね。全然行っちゃっていいです。で、こうやって来るじゃないですか。で、こういう時に無理に行かないんですよ。もう一回後ろからね、プリンスを走らせるんですね。そう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 。で、この時点でもう、素晴らしきかなと。さあ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 。いや、ここでもザップ打てるけど、打たないんですよ。通らないんで。ここもエレキ。エレキで押さえて、最大限ね、最大限。で、これ、エレキ単体でいかせるとね、キング起動されちゃうんで、ここダクプリ、入れます。ウェイファイヤーと。まあ、このね、ゴレは、エレキ単体で来るだろうから、無視してやろうかのゴレですね。
で、ここで大事なのがね、ジャイをね、右に追加してもいいんですけど、まあ、ここですね。寝顔かな。うん。を出して、多分ここで、ダクネが来ると思うんですね。あ、来ない。まあ、来ない際には、ここ5ザップかな。やべ！このエレキいらなかったですね。今の、さっきの俺の話からすると、今のベビドラね、ターン殴ってたんで、いらなかったっすね、このエレキ。頼む、頼む、俺やりたくない、俺やりたくない。よし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 。いや、待て待て待て、頼む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 。まあまあまあ、そんな日もありましょう。そんな日もありましょう。ただ、このダクプリ。相手対応しなきゃいけない。めちゃくちゃめんどくさいです。いやー、これ。ただね、こういうゴレとか、そういうなんだろう、プリンスのスケとか、縦線がないんですよ。こういうゴレとかって大体。まあ、たまにスケ網があったりするんですけど、そこにはね、ザッポ構えてあげましょうって感じでね。やっていくんですけど。まあ、こういう感じで、ジャイをつけて、メガゴ。うん。いいですね。全然いい、全然いい。もう無料でね、無料で、つけてるだけでね、アドが取れるという、素晴らしいデッキになってます。で、ダックプリをまた後ろから出して、これゴレとかね、来るんで、もう一回行きます。さあ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 と。で、ここはね、もうゴレ来たらめんどくさいんでね、ここで決め切ります。ディガ飛ばしてあげて、もうキングまで行っちゃうよと。もう、いっちゃうよっていう感じの意思を見せてあげて、最後にここにエレキを、まあ一応ね、守っておいて、まあ、色気をね、出しつつっていう感じで、この5を打ってグッドゲームという感じでね、割とね、このゴレとかにも、素直に、さっきの俺の防衛が悪い例ですね、素直に、守ろうとして、ああいうベビダルとかがタワー殴ってんのにもかかわらず、エレキを出したら、4コスでね、相手が追加してきたランバーとか、まあ、プリンスとか、まあ、ダクネにね、エレキが縛られちゃうんですよ。そう。なんで、ああいう時はやっぱりタワー殴ってた、メガゴ殴ってたらエレキで延命するのは正解なんですけど、ユニットを残すためにね、さっき言ったユニットを残すために。なんですけど、タワー殴ってたら別にタワーなんかもうどうだっていいんでね。ユニットさえ残りゃええんで。あそこはエレキを出さずに、こう、ゴレが割れてね、後ろのベビダラにタゲが移るまでこう、生還してればよかったですね。って感じで、今日の動画はこんな感じになりますと、いう感じなんですけど、まあ、このジャイ、今ね、結構人気ですし、今ね、だんだんプリンスがちょっと減って、プリンス系がなくなってきたんで、なんかね、スケがないようなね、まあ、このデッキにはね、スケが入ってるんですけど、こういうババゴヤスケルとかにもね、今スケよりも、枯渇が流行ってるんでね、タルババとか、まあ、そういうのがね、増えてきています。なんで、枯渇が流行ってるとね、めっちゃいいことがね、ジャイプリプリにもあるんですよ。そう、タルババとかウッドが増えて、スケの枠がね、呪文になったりするんでね、そうなったらもう、プリンスチャンスということで、皆さんぜひ使ってみてくださいということで今日は終わりたいと思います。もしよければね、高評価チャンネル登録とあとコメントの方もよろしくお願いします。ということで終わります。バイバイ。